おはようございます。はい。はい、こう用意したのはあの YouTube 見ている方からいただいた素材です。かなりたくさんもらいましたんで、うん、この他にもまだいろいろあるんですけど、あの今回はねこの中でいくつかこう作っていきたいと思います、はい、で、こうちょっと珍しいのは貝殻に入っているサザエ。これね、サザエっていうのはこう道具に転がっても安定するようになってるんですね。この角でこういう風になってもいいし、だからこれ角が出てるんだっていうことですね。でね、このままだとちょっとねこの容器が大きいかなっていう感じがしますんで、ものによっては小さい鉢に入れ替えていこうかなと思ってます、うん、ちょっと変わったやつ、これからいきますかね、うん、これ瓢箪ですね、千鳴瓢箪、うん、この方からね、去年の暮れにこの千鳴瓢箪の種をいただいています。で、ちょっと植える機会がなかったんですけどね、こういう瓢箪がいっぱいなるんですね、千鳴瓢箪で、これちょっと変わって面白いかなっていうことで、はい、針金をかけてちょっと私なりに変えてみようとか思う、うん、今回はね、完全な盆栽じゃなくてちょっと崩れた創作的な盆栽になります、はいはい、でね、私用意したのはこれです。まだ種入ってるんですよ、いくらかね。ここに何かこう植え付けてみたらどうかなって、いろいろ考えてたんですけど、なかなか難しいんですよこれ松ぼっくりあったんで、これもやってみたいと思います。なるほど、はい、遊びの盆栽って感じですね。そうですね、創作的な盆栽になりますんで、今これこういう形なんですけど、これちょっとこう上からこんな出るような感じで作ってみたらどうかなと思うんです。これでやってみますんで、で、ね、アルミ線でやっちゃいますから 1.5mm、 全部黒松ですね。これ、うん、これは黒松ね。黒松と、これ葉っぱが短いな。そうですね、うん、大きい木もありますからね。違うもん、これ塩が。塩が違う、うん、赤松かかってんじゃないかな、これかかってないかな。葉っぱが柔らかい、少しアイノコみたいな、うん、アイグロ、アイグロかアイグロって言うんですか。古い葉っぱ作ってます、少し、うん、全部取ったらでも目切りできなくなっちゃいますね、うん、全部取っちゃうとね、出てくる可能性あるんだよね、ここから枝が。だから少しこの左右残してつけときます、いくつか元の方に この辺出てくる可能性ありますからね、こういうとこ、こういうとこにこういう枝が残しとくってことですか。横2つ、こっちとこっち少し残します、はい、で今ね、ここ芽が 1,2,3,4 つあるんですね。これ2つにしますんで、はい、今まだ柔らかいからかな、ピンセットでねこう挟むとこ取れちゃう、うん、取るのは大きい量取った感じですね、でまだ、8月ぐらいになればこれ芽が固まってきますからね、はい、でこれはもう芽切りはしないでいいでしょう、これ、はい、このまま作っていけば。芽切りをするんだったら古い葉残しておいた方がいいんですよね、うん、今はね、うん、だから7月ぐらいか半ばぐらいに大体これ見切りしますんでね、はい、それまでこうペアって伸ばしておいてもいいと思うんです、はい、これは目があんまりいじるとこれもう2つしかないから取れちゃうか分かんないんで出すだけでもよかった今こんな感じですね。でこれここをクーッてやってこっちに向けたらどうかなっていうんです、はい、ちょっとこれ標本の方に近づけていってみます。ちょっとアヒルみたいになったけど、アヒルみたいもう一個あれはね、いい曲がつきましたね。でも模様が細かくつけられなくて針金かけが下手だったそれかここに持ってきちゃうから、どっから見るかにもよりますよね、これね、そう、正面やっぱりこっちかこっちだ、ね、ここかここだよね、穴がちょっと見える場所、うんうん、一応ねちょっとあまりうまくなかったけどこれでこんな感じで、はい、ようだ次行きましょう、はい、次ね、これ、これ行きましょう。このまま残すんだっけ、うん、このまま残します。これ足元が、これ他に足元がね、かなりこれ根っこちょっと見たんですよ、うん、出してでね、もう一回出してみますけどね、足元がかなりいいです。これサザエのね、こう実を取るときこんな感じになってます。なるほどこんな感じサザエになってでしょ、
ちょっと足元見ていきます、これ。はい。このサザエに入ってるやつ、みんな足元いいですよね。これは、寝伏せみたいな根っこの、うん、模様ですからね。あ、これそうなんですか。ちょっといいと思う、これ。はい、根張りになるかもわかんないね、これね。炭が入ってるのかな。はい、ああ、根っこの状態良くないな、これ。良くない。うん。やっぱ蒸れるんですかね。切れてるね。腐ってるね、少し。ああ、そう言われたら、葉もちょっと色薄いっすね。種で入れたんじゃないかな。で曲げたの、うん、で曲げて針金また外して、うん、ってことですよね。よく見てますよね。でも、うん、それで結構ね、うん、ちゃんとやってるの。これ穴開けてね、ちゃんと穴開いてるの。水が抜けるように、うん、どうやって開けたんだか分かんない。これドリルじゃ開かないの。ドリルじゃ開かないんですか。うん、開かない、あの石削ってるみたいでね、開かないよ。もったいないな、ここ鉢で。買える？ちょっといい。これ僕がね持ってきた鉢、これ根の松釜です、うん、これに入れてやっぱもったいないな、ちょっとね。もったいない。値上がりの県外町ね、うん、いいですよね。これ、これにしようか、うん、その鉢使います。せっかくもらってたので、ね、これはまた草花とか入れてもいいと思う、うん、はい、特にね、サギソ。サギソ、サギソ、サギソピュアって何本かいる。うん、サギが飛んでるみたいな花、サギソを入れてもいいと思う。これいいね。それもいいじゃないですか。これいいじゃない。まっすぐでちょっとずらすか、ここに。はい。これでいくかな。うん。少しこれ根っこまとめてきます。はい。ラファヤで。はい。これ前ちょっと見えなくてこんな感じです。はい。半年もすればこれ溶けてなくなっちゃう。はい。網いらないな、これ。網いらない。うん。こんなちっちゃかったでしたっけ。ちっちゃい。これしかないんだ。あれ、固定用の針金と極付け用両方って感じですか。これ固定する。うんうん。で、上は曲げちゃうと、うん、はい、ちょっとこう効かなきゃわかんない、これ上の、うん、ちょっと入れてみよう。はい。これ真横よりちょっとずらした方がいいかな、これね。そのぐらいが僕は、うん、角度、ね、ここではなくてこういういいとこあるんだ、ちょっとこう。そうですね、うん、斜めに見る。ずらしてやってみよう。こういうのをね、見ると邪道だとか言う人いるんですよ。うん、そう。あの、今回はね、創作っていう形でね、そうです。基本からちょっと外れてるかもわかんないですけど。そうなんです。それはね、まあ、自由ですから、盆栽ってのは。うちの教室 の作品展の中でも、ね、やはりね、もう基本、生徒の作品として出さない、基本。で、協賛の展示ってありますんでね、はい、そこにこう自分なりに作ったものを作ってもらうとか、あ、そういう場所もあるってことですね、うん、そういう場所もありますんでね、うん、やってったらいいかなと。個展なんか開く方いるんですよね、はい、それはもう自由です、自分なりの。そうですね、うん、そう、連盟の展示会とかになるとやはり基本に沿ってないとね、うん、ちょっと葉っぱを取ってきますかね、はい。あと今の時期ね、下手があると目がポロっていっちゃう、さっき見たから、ね、固まってからのがいいんだけどね。まともの真ん中じゃなくて、ちょっとこうずらして、ここで見えるでしょ、これ、はい、こっちが長くてこっち短くて、ここの辺でいきましょう、うん、じゃこれに行きましょうよ。うん、ワンキャンプチェアミニにはいいのかもしれない。普通のあの肥料だと 3つだもんね、うん、10とか1年間効くらしい。これもね、前使ってたことあるね。あ、そうですか。めんどくさいからね。めんどくさいね。マグアンプとかね、あとミリオンっていうのあったな、こうやって。そうです。こうでしたよ、最初。こっちですよ、正面。こっちでしたね。一回やり直すとこれ、いいじゃったよね。いいですね。
隠れ。ここがいい。ここが大丈夫、うん。これ細かい土入れてます。かん抜きになりそうですね、芽がね。うん。あれ強くやっちゃうと水が飛んなくなっちゃう、うん、少し軽くやってみますか。ちょっと変わった感じだな。変わった感じ、ね、今まで作ったことない、うん、鉢と合ってますね、木が、うん、あれこんな感じ、うん、こんな感じです。2つ目あちょっと針が切る。はい、完成。からこの辺の葉っぱ残してあるから少し、はい、あ、上がってきて大丈夫だね、抜けるわ、うん、結構完成、うん、2個か、2個目か、うん、いいっすよ。ちょっと面白いな、うん、で根っこもまだあんまり切りないでこうとあのつけてあるんで、はい、枯れたらこう切るような形ですね、はい、こう細いの。そうするとこの部分が見えてくると思います、うん、水苔のっけてるか、はい、少し開けとくかどっか、はい、これってやるか。それもう一本分動画撮れてる気がするんですよ。撮れてる。どうする？第一弾この辺にしといて、うん、次はこれと、うん、あと松ぼっくりもする、ね。これ松ぼっくり。松ぼっくりもある。じゃあちょっと続きはまた次回ということで、はい、ありがとうございました。はい。どう